うーし、アルテマンです。さあ、今日の動画は、闘竜装備福引きを引きましたということでやっていきます。引きましたというのは、この冒頭の動画、撮ったのが福引きを引いた後だからです。どのような結果になったのでしょうか。そして大変重大な見落としをしておりました。早速見ていただきたいと思います。さあ、行きましょう。とりあえず、闘技場用に無知。出てほしい。さあ、一発目。もうサクッとここでね。お!なんか来た。けど、ああ。ああ、マジか。マジか。そうか。結構、レリックの時も、ひどい目にあったと思ったんだけどね。さあ、ここで行こう。おっしゃ!止まれ!止まれ!止まれ!止まらない。マジか。そうっすか。これは、ちょっと嫌な流れだな。嫌だな。さあ、この辺でもう、パッと行こう。グロいグロいグロいって。グロいって。ちょっとちょっと。まあ、ここで、ま、無知出てくれれば、まあ、まあ、もういいか。まあ、体下は、まあ、もういいかなって感じもする。さあ、どうだ?これは止まるのは当たり前。さあ、無知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 。無知無知。無知。ああ。いやー、そうか。一番、個人的に、いらないとレビューした、ものが最初に来るか。これ、レビュー動画上げない方がいいのかもしんないな。どうしようかな。さあ、まあ、とりあえず2周目行くしかないか。行こう。しょうがない。やむを得ないね。行こう。さあ。いや、きつい、きついっす、これは。普通に。シンプルきつい。ちょっと、これはここでこんなに回す予定ないんだけど。さあ。嘘でしょ?ちょっとさ。オフィリアさん、諦めなきゃなんない?これ。召喚師リディア・オフィリアさん。マジで?もうここで出てほしいんだけど。ま、さすがに出るっしょ。こんだけ引いてれば。こんなの止まってくれるはず。さあ、止まるっしょ。止まるっしょ。マジで。マジで言ってる。ひどすぎね。さあ。ジェム投入して、もうこれで、もう出てほしい。おっす!止まるよね。まあまあまあ、よしよし。これでもう、無知出てくれれば、絶対、リーヤ。おっし!まあ、撤退でいい、かと思って、まあ、撤退でいいと思うけど、でもまあ、体下狙うか。体下も狙うか。やっぱ、ここまでね、回したんだったら、まあ、この流れから言えば出るはず。多分。こんだけひどいんだから。ほら来た!ほら来た!お!あー。マジか。撤退判断が良かったかな。まあでも、行くしかない、行くしかない。行く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 。さあ、頼もうで。おっしゃ、来たろ、これ。頭は2個もいらないんだよな。あー、やべえ、やべえ。やべえよ、やべえよ。さあ、もういいよ、もう本当に。もういいね。なんだと?来い来い。お!よし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 。よかった。引かないでよかった。まあもうここまで来たら、もう最後まで行っちゃうか。行こう。
さあ、ラスト。まあ、何が出てもいいけど、体上が出ればコンプというところ。さあ、お!よし!来たね!来たよ、来たよ。さあ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 。止まらない。ああ、止まらない、ああ、止まらないけど、体下2個か。まあまあ、あちあちではある。あちあちではあるね。ということで、投竜装備引いてまいりました。結果はですね、まあ、無知が1、頭3、体下2ということで、まあ、体下2個はまあまあ熱いですよね。まあただ、体上がね、出なかったので、残念ながらコンプリートとはなりませんでしたが、まあ、そこまで個人的には高く評価してないので、まあいいかというところですね。まああるとすれば、何でも 20% ダメージを軽減してくれますので、初見のね、敵にとりあえず着ていこうみたいな、そういう着方でね、いいのかなという感じはします。でですね、見落としていた点というのが、まあ、2点ほどね、ありまして、まあ、無知のことなんですけど、まず1つ目、この無知の効果、メインスキル。これは、ヒットポイントを100回復して、呪いとね、耐性ダウンを解除するよという効果なんですが、一見強力だな、すごいなって思ったんですが、これですね、よくよく考えてみると、この天地雷鳴士のですね、天聖3のスキルにですね、チンコの儀というのがありまして、こちらが味方のいずれかが、この呪いと属性耐性ダウンになった時に、これ解除するって書いてあるんですね。今これ右の画面見ていただきたいんですけれども、これ、まあ、何人かかろうが、確定で解除してくれます。1ターンに1回だけなんですけどね。なので、まあ、天地雷鳴士編成すればよくねっていう、そんな気がしております、正直ね。まあ、ただ、まあ、複数回ね、割り込み行動で、その都度都度、こう、属性耐性ダウンを下げてくるよと。で、解除した、できない状態で抜こうとすると、まあ、全滅するよと、耐えられないよっていうことがね、あるかもしれませんのでね。あって損はないんですけど、まあ、そこまで、っていうね、感じが現時点ではしております。で、さらに、闘技場スキルとしてなんですけれども、まあ、当然補助特技の B なんで、やっぱり今発動する機会がなかなか、まあ、ないのかなといったところですね。まあ、そもそも転生モンスターが補助特技 B のスロットをセットできないというところもありますし、あとは、ま、水の精鋭で限って言えば、まあ、その CT 現象をね、入れるぐらいだったら、ま、ベホイミとかね、他のスキル積んで、ま、戦線を維持した方が強いよね、というようなことだと思いますのでね。ちょっとその辺見落としておりました、正直。まあ、この闘技場用スキルとしてはね、分かってたことなんですけど、ということになりますので、まあ、実質ね、この剣法儀ですね、闘竜の剣法儀下はこれ紛れもなく強力なものなので、これの一点狙いになろうかなというところですね。これはやっぱり、ないと、正直、物理アタッカーするには厳しいと思いますし、これ上振れ要素ですからね。なので、まあ、小玉でね、抜いたりするという時には、まあ、必須になってくるのかなというふうに思います。ということでね、何かのこの動画がね、参考になればと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちなみに、ちょっとおまけ。昨日のね、動画で、この対戦 ID を公開しましたが、なんか意外に勝ってしまっているということで、あれ、水の精霊さんもしかしていらないっていうね、説が、ちょっと上がってきております。闘技場の環境に何らかの影響を及ぼすのでしょうか。まだ戦っていない方は、こちらの ID から戦ってみてください。